オードリース・ジョエル・ペレスは、ドミニカ共和国産、クリストバル州産クリストバル市、サバナ・グレンデで、パレンケ出身のプロ野球選手。宇トウミギ現在は FA。2008年3月20日にセントルイス・カージナルスと契約。ルーキー級、ドミニカン・サマーリーグ・カージナルスで、プロデビューし、46試合に出場して打率。322.7本塁が、40打点。 三盗塁の成績を残した。8月からルーキー級、ガルフコーストリーグカージナルスでプレーし、4試合に出場した。2009年は、アパラチアンリーグのルーキー級、ジョンソンシティカージナルスでプレーし、40試合に出場して打率。258.9本塁が23打点、1盗塁の成績を残した。2010年は、 A-9 バタビアマックドックスでプレーし、45試合に出場して打率、315.4本塁が47打点に盗塁の成績を残した。2011年はまず A 級パームビーチカージナルスでプレーし、22試合に出場して打率、291.3本塁が10打点の成績を残した。5月に A 級スプリングフィールドカージナルスへ昇格。 59試合に出場して打率261.8本類三打37打点の成績を残した2012年は AQ スプリングフィールドで81試合に出場して打率263.4本類四打42打点の成績を残した2013年はまず AQ スプリングフィールドでプレーし57試合に出場して打率 209.6本塁打、26打点の成績を残した。7月にトリプル A 級メンフィスレッドバーズへ昇格。25試合に出場して打率、211.7打点の成績を残した。9月3日にカージナルスとメジャー契約を結び、9月15日のシアトルマリナーズ戦でメジャーデビュー。10点リードの8回表から保守の守備についたが、 打席には立たなかった。9月28日のシカゴカブス戦では、7回裏に代打として起用されたが、1打数無安打に終わった。この年は2試合に出場し、打率、000だった。2014年3月13日に、トリプル A 級メンフィスへ移動し、そのまま開幕を迎えた。9月8日に戦力外となった後、10日に40人枠を外れる、形で、 トリプル A 級メンフィスへ配属された。この年はトリプル A 級メンフィスで62試合に出場して打率292.6本塁が33打点の成績を残しメジャーでは1試合1打席のみの出場だった。オフの11月3日に FA となった。2014年11月19日にコロラドロッキーズとマイナー契約を結び2015年の スプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。2015年3月31日に金銭トレードでボルチモアオリオールズへ移籍した。この年は参加の AA、a、級のオーフォークタイズで78試合に出場して打率243.2本塁が21打点の成績を残した。2016年もプル a 級のオーフォークでプレーし84試合に 出場して打率291.6本類が38打点の成績を残した。2017年は AA 級ボーイベーソックスとトリプル A 級のフォークでプレーし2球団合計で54試合に出場して打率296.2本類が22打点の成績を残した。オフの11月6日に FA となった。 2018年1月19日にマイナー契約で再契約した。11月3日に FA となった。ありがとうございます。